島根県立島根海洋館における白イルカのバブルリングパフォーマンス沖縄中海水族館にてバンドイルカのショー京都水族館にてイルカショーとは主に水族館や動物園で行われるイルカのショー形式展示法のことイルカショーは特に水族館において人気が高くイルカショーを目玉とするところもある一般には観客席に囲まれたプールでトレーナーが手で合図を出し イルカが様々な得意技を披露する。現在では、イルカショーという呼び名を用いずに、イルカパフォーマンスなどの呼び名を使う施設も多く、その多彩なアクションを持って、イルカの高い知能や運動能力を説明する、科学的な啓蒙を伴う場合もある。イルカショーにおける代表的な得意技にジャンプがあり、水中で速度をつけて水面から飛び上がり、ハイジャンプ、ハードルジャンプ、バックスピン、 スピンジャンプ、テールキック、ランディングなどを披露する。また飛び上がって空中にぶら下げたボールをくちばしで、つついたり、おで叩いたりといったレパートリーもある。トレーナーを背に乗せて、水中を泳いで見せるのもよく見かけるパフォーマンスである。二頭のイルカに片足ずつ乗せる場合もある。水中からプールサイドに乗り上がって見せることもある。その他、小技としては、口で旗をくわえて振るとか、 胸びれや尾ひれを水面から出して振ってみせる等もあり、これらは最後の挨拶によく使われる。イルカのアクションを楽しむ以外に、プールサイドから手を伸ばして、イルカに触れるサービスを行っているところもある。イルカは頭が良く、アクションもそれに大きく支えられており、前述のように、ショーの中でイルカの知能を解説する場合もある。また、好奇心が旺盛で、 訓練の際にも餌と笛で順気し、基本的にイルカ自身が楽しんでパフォーマンスを行うようにしており、イルカがやる気を失うと稀に賞を放棄することもある。その反面、ある個体の身につけた演技を同じチームの他の個体が奪ってやってみせた例もある。イルカを飼育している水族館は多くがイルカ賞を行う。マイルカ科のシャチや オキゴンドウなどのクジラを飼っているところでは同様のアクションをさせ、イルカショーの中のプログラムとしたり、独立した別のショーと行う場合もある。水族館によっては他にアシカなどの海洋性、哺乳類やペンギンなどのショーを見せるところもある。なお、アシカショーも同じ舞台で行う例もあるが、どちらかといえば陸上での賞が多いため、イルカショーの次の準備の間のプログラムに組み込まれて、 行われることもある。基本的には、イルカのトレーナーが行う。イルカショーに対して特に力を入れている施設は、イルカショーの演出に演出家を起用する施設もある。また、三崎公園では日本で唯一、イルカショーに特化した演出家、吉田正義による賞が日本で初めて実施されている。マイルカ海革加敢禁飼育で、 ストレスが大きいという指摘がある。動物調教師のリチャード・オーバリー氏は、狭い囲いに換禁するのは視覚に頼る生き物を、鏡に囲まれた空間で生活させるようなものできが、狂ってしまうと指摘している。ただし、野生のイルカと飼育下のイルカを実際に比較した研究では、野生のイルカの半数以上が何らかの病気に、罹患しており、飼育下のイルカの方が、 はるかに健康的であるとされている。研究では360頭以上の野生のイルカが検査されたが、野生のイルカからは、進行感染症や腫瘍、抗生物質耐性菌、驚くほど高いレベルの汚染物質が検出され、臨床的に正常とされるイルカは半数にも達せず、厳格に管理された、飼育下のイルカの方が健康であるとされた。 イルカの調達が難しくなっている。和歌山県でのイルカの追い込み量は、日本の水族館での有力なイルカの入手先であり、また捕獲されたイルカは海外16カ国にも輸出されてきた。しかし、2009年に追い込み量をセンセーショナルに取り扱った映画が公開されてからは、環境保護団体からの圧力が強まっている。 世界動物園水族館協会は2015年に日本動物園水族館協会に除名改善勧告を行った日本動物園水族館協会を資格停止にした上で1ヶ月以内にイルカの入手方法について改善がない場合は除名するとしたこれに従い2015年5月20日日本動物園水族館協会は 追い込み漁で捕獲されたた。イルカの購入ををやめることを決定した日本動物園水族館協会は動物園の加盟者の方が多く世界動物園水族館協会から除名された場合動物の輸入が困難になるために世界動物園水族館協会への移留票が多数を占めたアメリカでは原則として野生動物の捕獲を禁止しており水族館にいる イルカの7割は施設内繁殖となっている。しかし小規模の水族館には繁殖用の設備がなく費用面の問題より新たに設備を整えるのも困難である。韓国チェジュ島では偶然網にかかったと偽りイルカの追い込み漁を行っていたことが問題視され水族館のイルカを自然に返す試みが実施された。ロシアでも大量の白イルカやシャチが 輸出目的で捕獲され劣悪な環境下で管理されていることが露見し問題となった。オーストラリアやニュージーランドではイルカショーやイルカの展示を取りやめる動きが出ている。その理由はイルカを閉じ込めるべきではないという思想によるものとされる。水族館で飼育されているイルカを自然に戻すプログラムも世界各地で開始されている。ありがとうございます。